西口改札口ホーム駅構内の様子に面参戦構造で、中央の線路を両側のホームで共有する本川越駅は、埼玉県川越市新富町一丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。字の金と倉の町という副駅名が2012年10月20日から付けられている。駅番号は SS29、道線の終着駅。 本川越駅管区をまとめる駅であり、航空公園本川越館を管轄している。東端式ホーム2面3線を有する地上駅である。ホームの北端に1階改札口、特急券売り場、駅事務所、AED などがある。また、待合室、コインロッカー、多機能トイレも設置されている。西部本川越ペペや、 川越プリンスホテルと直結している2階改札口は午前9時から午後9時までの営業となっている。ホームから2階改札口へは階段のほかエスカレーターが設置されている。特急は乗車、校舎ともに2番ホームで対応している。1.4番ホームは10両編成分の有効長があるが、2.3番ホームは7両編成分であり。 車止めは1.4番ホームよりも南側にある。また、2階改札口への階段、エスカレーターは2.3番ホームの車止めよりも、さらに北側にある。当駅から脇田信号場までの約900メートルは、新宿線で唯一の単線区間である。歴史的な経緯により、当駅に起点を示す0キロポストが建てられたが、駅改良工事に伴い0キロポストがなくなり、 現在は4番ホーム側の線路脇にある0.3キロポストから始まっている。かつては駅北側のバス回転所まで線路が伸びており、木回し線と踏切があった。構内には駅中店舗が出店している。出店店舗の詳細及び併設の駅ビル、西部本、川越ペ,ペペの出店店舗の詳細は公式サイト、フロアガイドを参照。かつて2階には、 川越市役所本川越駅照明センターが設置されていたが2019年3月31日をもって閉鎖された。2009年7月4日より2番ホームの発車メロディは当時を舞台にした連続テレビ小説翼の主題歌愛の季節をアレンジしたものに変更されている。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通りである。川越市駅 本川越駅、川越駅の位置関係東部鉄道登場線の川越市駅は東駅から西に約350メートルのところにあり、東部登場線と東日本旅客鉄道川越線の川越駅は東駅から南東に約950メートルのところにある。なお、川越駅までは路線バスが運行されている。 両駅ともに当駅との定期券による連絡運輸が設定されている。西口開設までは出入り口が駅の北東側にしかなかったため、徒歩連絡による乗り換えの時間がより多くかかった。また、ホームランタンは幅が狭くなっていることもあり、改札口及びそこに通じる階段の設置は構造上困難であった。 川越市は2015年度までの第三次総合計画において川越駅、川越市駅を含めた市街地3駅のそれぞれの整備計画である川越駅、西口周辺地区基本構想に基づき当駅の西口開設と駅前広場建設を実施2016年2月20日に西口が開設同時に川越市駅までの道路も拡張整備され 本川越駅と川越市駅間の所要時間は徒歩11分から徒歩5分に短縮された。路線バス、川越駅を経由する路線は、同駅まではすべて運賃100円で乗車が可能である。西武バス川越100系統以外は当駅が、木、終点。因は、川越駅西口経由。1番、2番乗り場は、駅前ロータリー。3番乗り場は、道路上に、バス停がある。 一番乗り場、二番乗り場、三番乗り場、どちらも道路上に設置されており、駅前広場には乗り入れない。五番乗り場、六番乗り場、高速バス、空港連絡バス群獣鉄道として、国鉄川越線が1940年に開通すると、西部新宿線と川越線の連絡線が付設された。脇田信号場を過ぎて、国道16号の旧道を越え右にカーブし、赤信堂病院前を通って、 川越線に向かって進み、アトレマルヒロの前の踏切付近で川越線につながる連絡線で戦時中に使われた。また、西武線の線路を挟んでこの連絡線の反対側にあった日清宝石川越工場は戦時下では軍需工場で荷物積み出し施設や西武新宿線のホームがあった。この国鉄川越駅への連絡線は戦後西武鉄道の所有となったが、 旅客化は断念され、その後私有地となった。線路跡地は現在でも上空から跡地がはっきりとわかる状態になっている。ありがとうございます。